奥山宇山自然公園は大阪府泉南郡熊取町にある自然公園である。大阪緑の百選、水源の森百選に選定されている。永楽ダムこの自然公園は1980年から1983年にかけて整備がなされていき、1984年7月に完成した。約130ヘクタールの敷地を用紙園内一帯は、 大阪緑の百選、水源の森百選などに選定されている。赤松やヒノキなど天然林が茂り、桜の名所でもある。園内にはハイキングコースが複数作られ、展望台からは泉葛城山や関西空港などを望むことができる。宇山の麓自然公園の玄関口たる、栄楽ダム周辺では、毎年桜の開花時期になると、広場や、 散策道路沿いの約千本のソメイヨシノの木にちょを釣り、永楽桜祭りを開催している。年間10万人以上の人々が訪れることでも知られている。2005年には近くにバーベキューや自然教室を楽しむことのできる野外活動触れ合い広場がオープンしている。当該公園を付近の山より撮影現在、自然公園の域内にある土地は以前は赤松を 大元した松林が多く松茸も取れていたようであるが、昭和期に入り、松枯れにより赤松も減少した。その後は、どんぐりのなる小ならやうばめ菓子などが成長し、裏白、越田が臨床を覆っている。その他、黒松、ヒノキ、山桜も茂っており、その植生は、新葉樹、紅葉樹イコール60、40であり、人工林、天然林イコール10、90である。 また、鳥類では、地元、熊鳥町の鳥でもあるメジロをはじめヒヨドリ、ウグイスなども観察することもできる。さらには、絶滅が危惧されているオワシやフクロウの確認も、されるなどしており、貴重な自然が残るエリアでもあることがわかる。園内の中心的施設である、永楽ダムは、1965年に寄港し、1968年に完成したダムである。このダムは、 見出し側の上流部に、先週南部地域の灌漑用水及び、浄水道水を確保するために築かれたダムであり、現在でも熊取町民にとって、重要な用水源となっている。また、このダムの桜の道は、大阪緑の百選に選定されている。ありがとうございます。